0194チャンネルです。今日パラエストラ柏さん行ってきましたね。カレンちゃんに会ってきました。12月2日ね、シュートの試合があって、カレンちゃんが出ますので、ね、練習風景とインタビューをちょっとしてきましたけど、前回ねパンクラスの試合でね、無事勝利して、今回はシュートの大会試合ということで、ね、様子見てきましたけど、カレンちゃんを知ったのがね、パンクラスのベルトを取った時ですね。その頃ね、若くて可愛くてね、将来有望な選手と関わっていきたいなということで発掘したのがねカレンちゃんで、その時のねベルト取った時の本当試合がね、すごい印象に残ってて、すごい将来のね女子格を背負っていく子がいるなと思ってね、その頃からちょっと注目をしてたんですけど、ちょっとご飯とかね食べたりした時にね、本当に普通の子でね、可愛らしい女の子だなっていう印象があって、いざでも、ね、試合になるとね、ものすごい闘争心、なめんなよっていう感じで、ね、ベルトを取った時の印象がすごいあってね、カレンちゃんにはね結構インタビューで厳しいことを僕言うんですけど、カレンちゃんを知った時の印象がねすごいインパクトがあった。判定とかでね勝ったり、あと判定でね1個落としたりねすると、ちょっとねこんなんじゃねえんだろうっていう感覚がちょっと僕の中であってね、ちょっとなかなか素直に勝利を喜べない自分もちょっといたんで、インタビュー中もねちょっときついことも言ってはいるんですけど、もう本当にね愛情の裏返しでね、まあ本人も分かってくれてると思うんですけど、カレンちゃんだけにはねどうもちょっとねもっと頑張ってほしいなって個人的にすごい思っちゃうんですよね。だからインタビューとかしててもね、すごい僕自身もねワクワクしながらインタビューとかするんですけど、すごい素人の僕から見てもね、もう将来有望な、まあ、本人はね UFC 行って活躍したいっていう目標もあるんでね、すごい期待しちゃうんですよね、でもやっぱりねまだ20歳のね格闘家なんでね、すごい将来楽しみだなっていう思いがもうすごいあってね、本当にもう話とかしててもね、もう未来に向けて頑張ってるよっていう気持ちがすごい伝わるんで嬉しく思っております。19歳でねベルトを取って、そこからね20歳になって、これからどんな選手になっていくのかね、すごいストーリー性のあるカレンちゃんをね、間近で見れてね、僕自身もね仕事のモチベーションすごい上がってきてますんでね、ぜひね今回も無事勝利してもらって、見てるねファンの方にすごい感動とかね勇気とか与えられるね、試合をしてもらいたいなと思っております。まあ、今回もね負けられない試合に、なると思いますんでね、無事勝利してもらって納得いく試合をしてもらってね、また祝勝会でね、試合のね内容を含めていろいろ聞きたいなと思いますんで、試合までね怪我せずにね、練習してもらって練習の成果をね、出せるよう頑張ってもらえればなと思います。僕がね一番期待している選手なんでね、今回も会場行ってね応援しますんで、ぜひ頑張ってください。期待してますんでね、また僕の説教始まんないようにいい試合してください。期待してます。頑張ってください、カレンちゃん。今日はですね、カレンちゃんの試合前インタビューということでね、パラエストラ柏に来てます。じゃあ早速ちょっとインタビューしていきたいと思います。
カレンちゃんよろしくお願いします。お願いします。お願いします。この間僕の見ました。見ました。ちょっとね説教したんです、動画で、はい、で祝勝会でもっと説教しようと思ったんですけど、その前に試合が決まっちゃったんで、はい、今日またインタビューさせてもらうんですけど、はい、かなりね怒ってます、はい、カレンちゃんの試合を見て、はい、俺の知ってるカレンちゃんじゃない試合をしてたなと、はい、その辺ちょっとどうですか。そうですね、動画見させていただいて、うん、結構なんだろう、直接言われたわけじゃないですけど、うん、そう言ってくれる方ってあんまりないっていうか、うん、まあ、そうだよなってすごいスッて入った感じ。あ、そういう気持ちもやっぱあります。例えば僕がなんであんな試合で判定じゃダメだよみたいな、はい、やったじゃないですか、はい、確かになっていうのはありました。いや、ありましたよ。そうですね、自分は判定まで行くそれは周りもなくて、うん、しっかりとどめを刺そうと思ってたのに判定だったので。そうですよね、なんかね、僕が知ってるカレンちゃんのイメージってなんかね、チャンピオンになった時あるじゃないですか、はい、ベルト取った時、その時の試合の印象がすごいあって、うん、最近もやる気ねえんじゃねえかなと思ってどうですか。ちょっとエンジンのかかり具合が弱いのか。ちょっと弱いよね、はい、でもなんかあの時ってまだ寝技とかの練習ってあんましてなかったじゃないですか、はい、あ、そうです。で、このジムに来て、はい、最初に試合だったじゃないですか。あ、2回目か。2回目。その辺の環境の違いとかあんのかなっていうのもちょっと思ったんです。なんか迷いみたいな戦い方のあれです。まあ、自分でも前回のでもだいぶ固まってきたかなと思ったんですけど、うん、試合で出してないからまだ目なのかなっていう感じはありました、うん、なんかね、素人から見ててあのベルト取った時の気迫がなんかねえなと思ったのよ、うん、それはやっぱ迷いみたいなも多少ありながら、自分のスタイルを確立しようみたいな、はい、まだ段階だからみたいなのもやっぱあるんですよね。まあそうですね、なんか言い訳っぽく聞こえちゃうかもしれないですけど、うん、もっとなんかあるだろうなっていうのは、うん、だってこの間の対戦相手だったら多分俺でも勝てる多分ね、はい、俺でも勝てるなって見ながら見てたら、はい、あれカレンちゃんなんかやる気ねえのかなみたいな感じで、で判定になって、しかも1個取られたでしょ判定、はい、そうだよね。なんかね、勝ちには勝ったんだけど笑顔で今なってんだけど、なんかね本当の笑顔じゃなかったなみたいな、うんうん、なんかね、うん、そんな風にしてちょっと見てたんですよ、うん、はい、ただやっぱり王者なんで、はい、ちょっとなんか迷いとか払拭しながら、はい、ちょっと今後活躍してほしいなと、またベルトを巻いてほしいなっていうのがやっぱり気持ち的にあって、はい、ああいうひどい動画を出したんですけど、はい、また今回出しますけどね勝っても負けてもひどい動画でもなんかなんて言うんだろうな、スタイル的にはどんな感じでいくんですか。スタイル、まあ、打撃も今、うん、改めてまたやってるので、打撃、まあ、女子であんまり打撃で KO とかないじゃないですか、うん、それもできる選手になりたいし、うん、まあ、今寝技も強い先輩方とやってるので寝技ももっとで、ちゃんとオールラウンドっていうか、うん、だっていずれはね、はい、ライジンとかじゃなくてね向こうでやりたいですもんね、はい、UFC 目指して、ね、正直カレンちゃんだとあの試合あんま伝わんなかったんですよ。もう絶対勝ってやるぞみたいな、そこがなんか気迫がね、そう、遊んでんじゃねえのかなってそういう気持ちはないんですよね、別にね。そういう気持ちはそうですね、ないんですけど、でもこの笑顔の裏にね、なんか闘志は間違いなくあると思うんですけど、それがちょっと、はい、ファンからすると、はい、ちょっとまだ昔の、昔っつってもね、そんなあれだけど、そのベルト取った時のカレンちゃんとちょっと違うなっていうのがやっぱ感じたんで、僕が感じるってことは、他のファンの人も多分感じてる人いると思うんですよ、はい、そ
こをねファン代表とするとちょっと頼むよっていうのが今回ねちょっとありますね、はい。まあ、今回もカレンちゃんからすると難敵じゃないと思うんですよ、はい。難敵じゃない相手をもうぶちのめしてほしいんですよね、はい。こんな相手とセッティングすんじゃねえよっていう主催者側にアピールするみたいな、はい、私こんな相手と試合するレベルの選手じゃないよみたいな、はい、そういうのをちょっと見たいなって、はい、もう血祭りにしてほしいです。今回の試合の前に祝勝会があったら、はい、多分俺が血祭りにしてましたけど救われましたよね。救われました祝勝会なくて、はい、まあでも今回の試合が終わったら間違いなく祝勝会があるんで、はい、今回ねちょっと僕たちがね納得する試合ができなかった時には多分祝勝会で血を見ることになりますんで、はい、血がでも今周りにほのかちゃんとか、はい、ああいう新星が出てきて、はい、またちょっとやる気も違いますよね。もう負けらんねえぞみたいなね、はい、だからいい環境になってきてるのかな、うん。でも今女子格って結構盛り上がってるじゃないですか。盛り上がってます。そこのやっぱり僕が一番期待してるのはやっぱカレンちゃんが筆頭に盛り上げて、はい、行かないといけないんじゃないのかなと思うんですよね、はい。だってベルト取った時すごい年上の人だったじゃないですか、ね。で下馬評もね、はい、あれでな、はい、めんなみたいなね、あの印象がすごいあるんですよ、うん。有言実行で、はい、もうまさに血祭りにしたじゃないですか。あの印象がすごいあって、はい、あの頃のねカレンちゃんをちょっと僕以外にもファンにも見せたいなと、はい、今回思ってます、はい。ちなみに得意技って何なんですかカレンちゃんが。俺の中ではもう肘なんですけど、はい、肘ですよね、はい。あの肘を多分警戒してくると思うんですよ、はい。カレンちゃんといえばね肘なんで僕もやられましたけど痛いんですよあの肘をね今回あれでも相当痛いよね食らったらね。そうです ね。でも多分警戒してくると思うんで最終的にあの肘で仕留めれば、はい、もう僕リングで上がって、はい、もう大騒ぎしますんで。でもやっぱそれ警戒してくるんだよね多分ね向こうはね。そうです。正直あの試合あったじゃないですか。まあまあねちょっと触ったんじゃないかなこれ見てて、うん、思ったんですよ。練習してねえなカレンちゃんって思って、そのリベンジもねいつかしてもらって、まあ、今回はねその踏み台に完全にしてもらわないといけないんで楽勝で勝ってもらって盛り上げる、ね、試合を見たいなと思いますので体調的にはどうですか、ね、体調はちょっと締まりましたねやっぱね、はい、今遠慮。そうだよね。だって2週間前ぐらいだっけちょっと練習ほのかちゃんが見に来た時、うん、カレンちゃんの俺様子もちょっと見たんですよ。あ、はい。そしたらねあこれ練習してねえよまだエンジンかかってない。あの時まだ試合決まってなかったんだっけ。決まってなかった。そうだよね。ドイツ切った後ぐらいに、うん、今急いで練習してた。あと何キロぐらいですか。あと 2、3キロ。あでも、でも想定外ですか。はい、うん。いや今そんなに好きなもの食べれてないんだ。そうですね。ちょっと後でチョコレート送ってくれますか。高カカオで。でもやっぱり試合前とかになると、はい、そういうのが大変だね。好きなもの食べれなくて、ね。そうですね。それが辛いね。うちらで分かんないね。そう偉いなと思ういつも。でもね、仕事ですから。はい、頑張ってもらって。はい、じゃあちょっと試合への今回ちょっと意気込みをちょっと聞かせてください。はい、今回ファンクラスではなくシュートに初めて参戦させていただくんですけど、
相手韓国人で海外選手組んでもらえたのでしっかり1ラウンドで KO1 本します。応援よろしくお願いします。韓国対日本だからね、はい、大変だあれよ、大変なことになるよ大変なことになる、大変なことになる。でもあれだね、ちょっとファンの方にメッセージをお願いします。昔の闘志をまた再び皆さんにお見せできると思うのでぜひ応援よろしくお願いします。嘘じゃないよねそれね、はい、大丈夫だよねもう実力者なんで、これ格闘技してる人ならカレンちゃんの実力ってものすごいよっていうのはみんな知ってるんで、半端な試合はできないと思うんですよ。まあ、それは本人もね多分すごいプレッシャーに、もう一気に知名度上がった人なんで、ね、それをまたね判定でね一個取られたとかね、もうそうなると大炎上しますんで、はい、その辺ちょっとわきまえてもらって、はい、ちょっとあと2週間切りましたけどね、はい、試合頑張ってもらいましょう、はい、会場行きますんで。ありがとうございます。調子悪そうだったら俺行くからね、リングにお願いします、ね、じゃあちょっと今日ね練習前の貴重なお時間ありがとうございました。期待してますんで、はい、頑張ってください。ありがとうございます。応援します。カレンちゃん、かわいい。どうですか？カレンちゃん、かわいい。かわいい。そんだけ。練習の。かわいい、そんだけ。